はい。えー、どうもお疲れ様です。そっか、塾の久保でございます。今回はね、月の石についてお話ししたいと思いますえ。かつて大阪万博でも展示されていました月の石なんですけども、あれは、まあ、アポロがね、月に行って、その月の上にある石を拾ってきて持って帰ってきて、そして地球の様々な研究機関とか展示などに紹介したっていう経緯があったと思います。私が生まれた頃だったんで、私自身はそこまで、 当時のことを覚えてないんですけども確かに地球以外の天体に行ってそこの残置物を持って帰ってきたっていうのは月の石以外にはちょっとないんじゃないかなと思ってるんですよただ同時に本当にアポロ計画は月に行ってきたんだろうかっていうそんな疑問もあるわけですよねでアポロ計画が終わった後もう一回月に行こうかっていう計画はなされてないわけですよで特にね アメリカ以外の国で全く月に興味を示していないんですよもし持って帰ってきた月の石が何かの地球のエネルギー資源ですとかその他の人類に必要なものだったとしたらこぞって月開発をしたはずなんですよねで逆に全くの役に立たない単なる石だとしたらきっとアメリカの議会は NASA の月のアポロ計画を結構非難したと思うんですよね でも、ケネディ大統領が当時月の石の計画アポロ計画を主導していたわけですけども莫大な予算をつぎ込みながらなんとなくおとがめなしで終わっていったかなと成功だなんだというふうにね、えー、言われていましてうんなんかね大ごとのようで忘れられたようでって感じですさあその月の石なんですけども実際に月に行って取ってきた石なのかどうかってことはいまだにね賛否両論分かれるわけですよ それは当然でですすよよね証明のしようがないわけですからだって持って帰ってきた月の石をねこれ月の石だよって言ってもあ確かに月の石だって分かる人っていないでしょねせいぜい地球上のどの地層にも存在しない月だよねっていうふうに主張できるぐらいでじゃあだからって月の石ってどうやって分かるのって話ですよねでも実際は月に人が行って帰ってきたような気はするんですけどどうでしょうかねそれとも 月に行ってみたんだけども、大した成果がなかったから、人類は月に行くことに興味を失ったのかなって気がしないでもないです。もちろん、月や火星にばっかり興味を向けてないで、地球の問題何とかしろよってこともあるのかもしれませんけども。さあ、どうなんでしょうか。月の石。本当に月の石なんでしょうか。これに関しましては、例のね、早稲田大学の大月教授。 ね、テレビタックル』でもおなじみのあのニラ沢編集長とねガチガチのバトルをやっていったすごく楽しい大槻教授なんですよねたまに田舎に泊まろうみたいな企画にも出てますけどもあの人気の大槻教授がこれは月の石でも何でもないよその辺の石だよ実際に月に人類が行ったかどうかっていうのは月の石からでは証明できないそれ以上私は言えないよみたいなねコメントをテレビで出していたりとかして結構私もねワクワクしたんですよね 通常はオカルトとか、それから陰謀論には、ものすごくね、真っ向から科学的見地から否定するのに、この月の意思に関しましては、大月教授は、いや、人類は月には行って、うん、うん、うん、と、ここら辺はね、言葉を濁してるんですよ。だから、私たちが、大月教授の言いたいことを解釈すると、アポロ計画は偽物で、人類は月には行ってないと。月に行ったと思わせるような工作を、 しただけであって実際には人類が月に行くテクノロジーなんではないよと実際には月になんか誰も行ってないよってことなのかもしれないですねそのように大月教授がもしかしたら言われていたのかもしれませんさあ今回はねテクノロジーが進化した AI によって地球上の英知を集めて実際に人類が月に行ったのかそして月の石と言われているあの石は本当に月の石なのか さらには大月教授が月の石に関してどういう見解を出しているのか。この3点をですね、インターネットジェミニーに聞いてみました。バードに聞いてみました。実際どんな答えが返ってくるのか、お楽しみに。それでは、スタートはい。月の石は実際に月から持ち帰られた石です。1969年から1972年にかけてのアポロ計画で、 宇宙飛行士たちが合計で 842kg もの月の石と土壌を持ち帰りました。これらの月の石は地球の地質とは全く異なる環境で形成されたため、地球上の岩石とは大きく異なっています。例えば、月の石には水が存在せず、また、長年にわたる宇宙戦照射によって、地球上の岩石にはない種類の放射性同位体が含まれています。月の石は、 太陽系や地球の起源、進化に関する重要な情報を提供しており、科学者たちによって様々な研究に用いられています。例えば、月の石の分析によって、月の年齢が約45億歳であることが判明しました。また、月の石には、かつて月に生命が存在した可能性を示唆する微量の有機化合物も検出されています。月の石は、人類にとってかけがえのない宝であり、 これからも様々な研究に役立てられることが期待されています。なお、一部の陰謀論者たちは、月の石は偽物であると主張していますが、これらは科学的に根拠のない主張であり、多くの科学者によって否定されています。以下、月の石に関する豆知識をご紹介します。最初の月の石は、 1969年7月20日にアポロ11号のニール・アームストロング船長とバズ・オルドリン飛行士によって持ち帰られました。最も大きな月の石はアポロ17号のハリスン・シュミット飛行士によって持ち帰られたビッグロックと呼ばれる石で重さ 34kg あります。月の石は世界中の多くの博物館や研究機関に展示されています。日本でも 国立科学博物館や JAXA 宇宙航空研究開発機構などで月の石を見ることができます。月の石は人類の宇宙探査の歴史における重要な成果であり、これからも私たちに宇宙の神秘を教えてくれる貴重な存在であり続けるでしょう。 月の石が地球に持ち帰られたことによる科学的な恩恵と歴史的な功績。月の石が地球に持ち帰られたことは、科学史上における重要な出来事であり、様々な分野で大きな恩恵をもたらしました。以下、主な恩恵と功績をいくつかご紹介します。1、地球と月の起源進化の解明。月の石は、地球とは異なる環境で形成されたため、 地球の地質や進化に関する重要な情報を提供しています。例えば、月の石の分析によって、月の年齢が約45億歳であることや、かつて月に水が存在した可能性があることが判明しました。これらの発見は、地球と月の起源進化に関する理解を大きく深めました。2、太陽系の形成に関する研究。月の石は、太陽系初期の物質で構成されています。 そのため、月の石の分析によって、太陽系がどのように形成されたのかを解明する手がかりが得られます。例えば、月の石の同位体組成分析によって、太陽系初期の物質組成や、太陽系形成時の高温、高圧環境について研究が進んでいます。3. 宇宙船照射の影響の研究。月の石は、長年にわたって宇宙船に照射されてきました。そのため、 月の石の分析によって宇宙戦勝者が岩石や生命体にどのような影響を与えるのかを研究することができます。この研究は将来の人類の宇宙旅行における放射線防護対策の開発に役立てられることが期待されています。4. 新しい材料の開発月の石には地球上の岩石にはない種類の鉱物や元素が含まれています。これらの物質は 新しい材料の開発に役立てられる可能性があります。例えば、月の石由来のセラミックスは、従来のセラミックスよりも耐熱性や耐放射性に優れていることが分かっています。5. 人類の宇宙探査への刺激。月の石の持ち帰りは、人類の宇宙探査への大きな刺激となりました。月の石がもたらした科学的成果は、人々に宇宙への興味関心を高め、 さらなる宇宙探査への意欲を高めました。6. 国際協力の促進。月の石の持ち帰りは、国際協力の象徴的な出来事となりました。アポロ計画は、アメリカとソビエト連邦という当時の冷戦のライバル国が協力して成し遂げた偉業であり、国際協力の重要性を示すものとして世界中から称賛されました。七、人類の知識の拡大。月の石は、 人人類類ににとっってて未知知ののの物質でありその研究によって人類の知識は大大きく拡ししました月の石は宇宙の神秘を解き明かす鍵でありこれからも人類に新たな発見をもたらしてくれるでしょうこのように月の石が地球に持ち帰られたことは科学技術文化などさまざまな分野に大きな恩恵をもたらしました月の石は人類にとってかけがえのない宝であり これからも研究や教育文化活動などに活用されていくことでしょう早稲田大学名誉教授大月義彦氏の月の石に関する見解早稲田大学名誉教授であり物理学者の大月義彦氏は著書や講演などで月の石について独自の持論を展開しています彼の主張は、 一般的に受け入れられている科学的な見解とは大きく異なっており、月の石は熱造されたものである、という陰謀論的な内容が含まれています。大月氏は、以下の根拠に基づいて、月の石、熱造説を唱えています。月の石の年代測定が誤差だらけである。月の石の鉄、カリウムの含有量が地球上の岩石と一致する。 アポロ計画の宇宙飛行士たちが持ち帰ったとされる月の石はアメリカの砂漠で拾ってきたものではないかしかしこれらの主張は科学的に根拠のないものが多いと指摘されています例えば月の石の年代測定は複数の方法で行われておりその結果はいずれも一致していますまた月の石の鉄やカリウムの含有量は地球上の岩石の種類によって大きく異なるため 一概に一致するとは言えません。さらに、アポロ計画の宇宙飛行士たちが持ち帰った月の石は厳格な管理下に置かれており、熱造される可能性は極めて低いと考えられています。大月市の月の石熱造説は科学的な根拠に基づいていないため、多くの科学者や専門家から批判されています。しかし彼の主張は一部の人々に支持されており、 インターネット上などで拡散されています。科学的な見解。一方、科学的な見解では、月の石は実際に月から持ち帰られた本物の石であると結論付けられています。月の石は、地球上の岩石とは全く異なる環境で形成されたため、地球上の岩石にはない種類の鉱物や元素が含まれています。これらの物質は、 月の起源や進化に関する重要な情報を提供しており、科学者たちによって様々な研究に用いられています。結論、大月義彦氏の月の石、熱増説は科学的に根拠のない陰謀論であり、多くの科学者や専門家から批判されています。一方、科学的な見解では月の石は実際に月から持ち帰られた本物の石であり、 科学市場における重要な成果であると評価されていますさあいかがでしたか情報をどのように咀嚼していくかはあなた次第でございます私はまた